皆さん、こんにちは。レック千日講師の池永です。今日は2022年え、つまり令和4年合格目標と近く調査し、直前ファイナルトー書式、収録講義についてご案内させていただきます。レック直前ファイナルトー書式、収録講義のご案内。全部で5つの項目について説明をしていきます。まず1番目ですね。出題可能性の高い論点及び旧跡解放を各問題にバランスよく可能な限り漏れなく出題しています。 2番目、解説文中の重要な文言は太字およびアンダーラインで表示、市販の暗記ペンおよびチェックシートを用いて学習できるように配慮しています。3番目、第21問については、関数電卓の複素数計算モードで実際に計算する様子を撮影して提供します。4番目、第22問については、建物図面または各界平面図を実際に作図する様子を撮影して提供します。 そして5番目。こちらは合格者の皆様の声ということでお話をします。ではまず1番目ですね。こちらの出題可能性の高い論点及び急接解法を各問題にバランスよく可能な限り漏れなく出題。こちらについて説明をしましょう。土地格調査試験では出題可能性の高い論点及び急接解法を漏れなくしっかり押さえておくことが大切です。レックでは数十年にわたる学問を徹底的に分析し、出題可能性の高い論点及び急接解法を各問題にバランスよく 可能な限り漏れなく出題するように配慮して問題を作成しています。こちらの資料をご覧ください。これは昨年の直前ファイナル登連の書式問題を作成する際の土地書式問題の論点表の一部です。画面上は小さな文字になってしまいますがご容赦ください。そしてこちら問題番号があって、出題する登記の目的があって、そしてその他出題すべき論点がご覧のように書かれていることを分かりかと思います。 そして、どの問題でどの登記の目的や論点を出したのかということをね、丸印や文字を書き込むことによって一覧できるようになっているというわけです。はい、でこれはさらにその論点表の続きの一部ということになります。そして次に、今度は建物の論点表ということになりますね。はい、問題番号があって、そして、低分建物や区分建物の登記の目的、そしてどのような論点が出題されているのかということがね、このように一覧してわかるように表を作っております。 このような論点表を作成して、出題可能性の高い論点を各問題にバランスよく、可能な限り漏れなく出題する、そういう工夫をしているというわけです。また、こちらの資料もご覧ください。はい、これは昨年の直前ファイナル登連の書式問題を作成する際の旧石解法の表の一部です。 問題番号、こちらに書かれていて、そして出題する急石灰法ですね。この急石灰法の名称については、計算特訓講座を、ね、受講した方はすぐ分かるのではないかなと思います。はい、各問題にどのような急石灰法を出題しているのかということが一覧して分かるようになっているわけですね。はい、でこのような急石灰法の表を作成して、出題可能性の高い急石灰法を各問題にバランスよく、可能な限り漏れなく出題する工夫をしている。まあ、そういうわけでございます。 つまり、レックの書式問題を解くことによって、出題可能性の高い論点及び旧接回法をまるっと学習することができる。まあ、そういうわけでございます。はい。じゃ次行きましょう。次はこちら2番目ですね。はい。この解説文中の重要な文言は、太字及びアンダーラインで表示。市販の暗記ペン及びチェックシートを用いて学習できるように配慮。これについて説明をしていきます。 皆さんもご存知の通り、土地格調査試験では、法令や宣令の重要な文言をしっかり理解したり、暗記したりすることもとても大切です。レックでは、受講生の皆様のご要望にお答えして、解説文中の重要な文言は、太字及びアンダーラインで表示しています。具体的に解説文の一部を皆様にお見せします。はい、今お見せしているのは、土地の合質の登記の制限とその特例についての解説文でございます。 はい、画面上は小さな文字になってしまいますが、ご容赦ください。重要な文言が太字及びアンダーラインで表示されていることがお分かりいただけるでしょうか。例えばこちらですね。はい、合室の登記の制限とその特例に関する説明なんですけれども、こちら、相互に接続していない土地の合室の登記をすることができないと書かれていて、この相互に接続というところが太字及びアンダーラインで表示されていることをお分かりになるんじゃないかと思います。またその下の行ですね。地目または地盤区域。 格好、地盤区域でない、あざを含む、閉じ格好が、相互に異なる土地の合出の統計はすることができない、という文があって、その中の文言、地目、地盤区域、あざというものが、太字及びアンダーラインで表示されていることをお分かりになるんじゃないでしょうか。はい。そして、この太字及びアンダーラインで表示した文言に、例えばですよ、市販の暗記ペンでマークをするわけです。例えばこんな感じですね。赤いマーカーペンでご覧のように、 太字及びアンダーラインで表示された文言に市販のマーカーペンでこのように色をつけてやるわけです。今回は赤くつけてみました。はい、そしてこれにですね、同じく市販のチェックシートをこう重ねるわけですね、はい。例えばこのご覧のように緑色のチェックシートを重ねます。そうすると先ほど赤ペンでマークをした文言がご覧のようにこう黒く、まあ、見えなくなるわけですよね。そしてこのような状態の中で 重要なところをこう読んでいくわけです。例えば、相互に接続していない土地の合室の投棄はすることができない。地目、または地盤区域、地盤区域でない、あざを含む土地括弧が相互に異なる土地の合室の投棄はすることができない。まあ、こんなふうにですね、えー、重要な語句をこうやって隠して読んでいくことによって、重要な文言を理解したり暗記したりできるように配慮しているわけですね。実は、一般的な書式問題の解説は、当該問題に限定したごく短い解説が掲載される場合が多く、関連する重要論点は掲載されない場合が多いようです。 例えばですよ、先ほど解いた書式問題には、相互に接続していない土地の合質の登記をすることができないという論点が出題されてた。とすると、まあ、一般的な書式問題の解説は、その、その部分だけ、合質の登記の制限についての、相互に接続していない土地の合質登記はすることができないよ。その説明は載っていますが、関連するその他の部分については全く載ってない。そういう解説も世の中にはあるようです。しかし、レックの直前ファイナル答弁の書式問題の解説は、当該問題に限定せず、 出題した論点に関係する法令や宣礼の重要な論点も含めて確認できるように、丁寧な解説を掲載するように配慮しています。つまり、レックの直前ファイナル討論の書式問題を解いた後に解説文を読めば、出題した論点だけでなく、関係する法令や宣礼の重要な論点も含めて、まるっと確認することができるというわけなんですね。はい、ということで次行きましょう。次はこちら3番目になりますね。第21問については関数電卓の複素数計算モードで実際に計算する様子を撮影して提供。 これについて説明します。皆さんもご存知の通り、土地価格調査試験は時間との戦いです。関数電卓の複素数計算モードは、土地価格調査試験を有利に戦っていくための有力なツールですよね。レックでは2006年から15年以上にわたって複素数計算モードをご紹介してきました。レックの直前ファイナル討練では、出題した第21問の計算点の座標値を関数電卓の複素数計算モードで実際に計算する様子を撮影して提供します。こちらの映像をご覧ください。 これは昨年の直前ファイナルトーの第21問の計算点の座標値を、関数電卓の複素数計算モードで実際に計算する様子を撮影したものです。複素数計算モードについては、その基本的な操作から少し高度な操作までいろいろ実演しています。複素数計算モードについてある程度の知識をお持ちの方がレックの直前ファイナルトーレの書式の収録講義を見れば、具体的な複素数計算モードの使い方をまるっと確認することができる、そういうわけでございます。 ははい、では次はですね4番目いきましょう4番目ですね第22問については建物図面または各界平面図を実際に作図する様子を撮影して提供先にも申しましたとおり土地価格調査試験は時間との戦いです建物図面や各界平面図を素早く作図する方法を身につけることは土地価格調査試験を有利に戦っていくために必要なことですよねレックの直前ファイナル討練では出題した第22問の建物図面または各界平面図を実際に作図する様子を撮影して提供します はい、こちらの映像をご覧ください。これは昨年の直前ファイナル登連の第22問の建物図面または各界平面図を実際に作図する様子を撮影して早回しにしたものでございます。建物図面または各界平面図については、レックの長年の実績から導き出された理想的な作図法をいろいろなパターンで実演しています。つまり、レックの直前ファイナル登連の書式の収録講義を見れば、建物図面や各界平面図の具体的な作図法をまるっと確認することができる。まあ、そういうわけでございます。 はい。次は5番目ですね。合格者の皆様の声についてお話をしましょう。はい。えー、レックの直前ファイナルトーレンを利用して合格された皆様にとっての先輩の方々ですね。えー、そのお声をご紹介させていただきます。はい。まず、お一人目ですね。レックの書式問題で学習してよかった。はい。ありがたいお声でございます。はい。レックの書式問題で学習してよかったとおっしゃっていただきました。はい。それから2番目ですね。お二方目です。あちこちに論点が隠されている。 その隠された論点を一つ一つ処理していく練習ができて、本試験でとても役立った。はい。えー、ありがたいお声でございます。はい。そしてもう一方ですね。レックの直前ファイナル登壇の書式問題を繰り返ししとき、解説文を利用して重要論点を繰り返し練習したら、ものすごい高得点で合格できた。このようなありがたいお声いただいております。はい。というわけで20、2022、え、年、ー、つまり令和4年合格目標の、レックとちかうく調査史直前ファイナル登壇、書式の収録講義についてお話をさせていただきました。 レックの直前ファイナルトーレンを利用して、ぜひとも合格の栄冠を勝ち取っていただきたいと願っております。皆さん、一緒に頑張りましょう